本当にやらなければいけないのは労働市場改革、維新の会にしかできないんですよ。維新の足立議員が国会にもっと賃上げのアイデアを質疑してくださるのを期待しています。だからね、岸田内閣はね、素晴らしいんですよ。政策的にも政局的にも天才ですよね。でもやっぱり小手先なんですよ。本当にやらなければいけないのは労働市場改革で、それは維新の会にしかできないんですよ。で、本当の日本の経済成長を考えたら、それやらないとできないですよ。ダメなんですよ。玉木さんは維新の会と一緒に自民党とは戦うのかです。なぜ戦うのかですか。自民党には本当の労働市場改革ができないからですよ。特に正社員の労働組合は労働市場改革及び腰ですから。だからやっぱり玉木さんはそっち側なんですねと、本当に日本の未来を作る気はないんですねっていう、票が欲しいだけなんですねって僕は言います。だからさっき私は玉木さんに問いかけたんです。玉木さんはいいねを押してくれたんです。すごく大事な局面ですね。